ジョシュア・アーリントン、ジョシュ・ウォーリントン、1990年11月14日帯は、イングランドのプロボクサー、ヨークシャー州リーズ出身、元 IBF 世界フェザー級王者。2009年10月31日、ハダースフィールドのハダースフィールドスポーツセンターで、デビュー戦を行い、4回判定勝ちを収めデビュー戦を、白星で飾った。二千十二年十一月九日、 ダッドリーのザベニューで、クリスマレとブバーバック、英国フェザー級王座決定戦を行い、10回3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2013年3月22日、ディーズのタウンホールで、ジェイミー・スピートと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め、ブバーバック王座の初防衛に成功した。2013年9月27日、デーズのエランドロードで、 イアン・ベイリーと対戦し、10回3から0の判定勝ちを収め、ブバーバック王座の2度目の防衛に成功した。2013年11月2日、キングストン・アポンハルのアイスアリーナで、サミール・ムネーネとコモンウェルス・イギリス連邦・フェザー級王座決定戦を行い、12回 TKO 勝ちを収め王座を獲得した。2014年4月19日、 マンチェスターのフォンズ 4U アリーナで、西岡俊明への挑戦経験も持つもと、WBC 世界、スーパーバンタム級1位のレンドール・ムンローと対戦し、ムンローが7回終了時に棄権したため、コモンウェルス王座の初防衛に成功した。2014年5月21日、デイーズのファーストダイレクトアリーナで、マーティン・リンゼへとブバーバック、英国フェザー級王座決定戦を兼ねた。 コモンウェルス王座の防衛戦を行い、12回3から、例の判定勝ちを収めブバーバック王座は返り咲くとともに、コモンウェルス王座の2度目の防衛に成功した。2014年10月4日、リーズのファーストダイレクトアリーナで、ダビデディリとエブ・オーシュフェザー級王座決定戦を行い、4回 TKO 勝ちを収め王座を獲得した。2015年2月21日、 ベルリンのクロイツベルクでエドウィン・テレストノンタイトル戦を行い5回 TKO 勝ちを収めた2015年4月11日ディーズのファーストダイレクトアリーナでデニス・トゥビエロンと WBC インターナショナルフェザー級王座決定戦を行い12回3から0の判定勝ちを収め王座を獲得した2015年9月5日ディーズのファーストダイレクトアリーナで ジョエル・ブランカーと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め WBC インターナショナル王座の初防衛、及びコモンウェルス王座の3度目の防衛に成功した。2016年4月16日、ディーズのファーストダイレクトアリーナでアマガサナオと対戦し、12回3から0の判定勝ちを収め WBC インターナショナル王座の2度目の防衛に成功した。 二千十六年七月三十日、リーズヌファーストダイレクトアリーナでパトリック、エイランドと対戦。試合は、ヘイランドが、軽量失格となるも試合は、通常通り行われ、九回 TKO 勝ちを収めた。二千十七年五月十三日、リーズヌファーストダイレクトアリーナで、元 IBF 世界、スーパーバンタム級王者のキコマルチネスと対戦し、十二回、2から0の、 判定勝ちを収め WBC インターナショナル王座の3度目の防衛に成功した。2017年10月21日、リーズのファーストダイレクトアリーナで、デニス・セーランと IBF 世界フェザー級挑戦者決定戦を行い、10回 TKO 勝ちを収めリーゼル b a の挑戦権を獲得した。2018年5月19日、 リーズのエランドロードフットボールグラウンドで IBF 世界フェザー級王者のリー・セルビーと対戦し12回2から1の判定勝ちを収め王座獲得に成功した2018年12月22日マンチェスターのマンチェスターアリーナで2回級制覇王者で WBO 世界フェザー級暫定王者のカール・フランプトンと対戦し12回3から0の 判定勝ちを収め初防衛に成功した。2019年6月15日、リーズヌファーストダイレクトアリーナで、IBF 世界フェザー級1位のキットガラハドと対戦し、12回2から1の判定勝ちを収め、司令試合を制しての2度目の防衛に成功した。2020年2月13日、フランク・ウォーレンのクイーンズベリープロモーションズを離れ、エディ・ハーンのマッチルームスポーツと契約した。 2021年1月21日、WBA レギュラー王者ジョさんと統一戦を行おうとしたところ、IBF が WBA の世界王者はスーパー王者レオ・サンタクルスだとして、統一戦として承認することを拒否して、指名挑戦者キットがラハドとの指名試合を指令したため、ワーリントンは IBF 王座を返上した。2021年2月13日、ウェンブリーで、 マウリシオ・ララと対戦し9回 TK を負け、プロ初黒星を起死した。2021年9月4日、リーズでマウリシオ・ララとダイレクトリマッチで再戦するが、2回にワーリントンのバッティングで、ララが左目の上を大きくカットして、ドクターストップとなったため、テクニカルドローとなった。ありがとうございます。